はい、ヤホーYouTube、どうもなきです。さて、今日もね、ヘアスタイル解説を見ていこうと思います。俺ね、この間ね、初めて眉サロン行った。理由としてはちょっと年齢っていうのもあって、ちょっと綺麗に整えとこう、しようかなっていう、ちょっとした出来心で行ってみました。めっちゃくちゃ綺麗だよね、うん、なんか若い子がするのも分かる、うん、でもなんか若い、なんか綺麗なのに憧れてっていうよりも、なんか清潔感を求めてやってる感がちょっと最近強くなってきました、僕は、うん、初めてなんかそういう感じのことやったの、うん、まあちょっとこのままいければいいかなと思います。はい、なので、まあ、今日はね、ちょっとオーダーというか、結構また言われることが多かったので、常田さんですね、はい、キングルーの常田さんの、まあ、ヘアスタイルかな、うん、をちょっと見ていこうと思います。はい、で、まあ一つこの時ですね、うん、この時からなんですけども、まあほとんど似たような感じではあると思うんだけども、まず一つ目、これは2セクションでもいい、2セクションというか2ブロックでもいいし、横をちょっと刈り上げてもいい、甘めに刈り上げてもいい、あんまり上に刈り上げたくなければちょっと甘めに刈り上げてもいいけども、刈り上げなくてもいいけども、ちょっと刈り上げた方がやりやすいかもしれないね、うん、まあサイド耳3分の1ラインぐらいのところから、まあ目の下のラインぐらいでバーってこう切って、で前髪ちょっと短めかな、うん、にしてあるぐらいな感覚の長さです。バランス、長さのバランスね、下の長さのバランス的には、うん、で襟足もちょっと長めに残してあって、まあ全体的に段を入れて、ちょっとウルフ感っていうか、まあちょっと段を入れて襟足も長めにしてて、ちょっと動きも出すようなバランスなので、ウルフ感って書きましたけども、まあウルフっていうか、まあちょっと長めに残してるだけで、別にこの髪型に名前なんてないよ別に、うん、バランスの感じだから、うん、まあ段を入れて、まあ段はね多くないけども、ちょっと入れて、パーもちょっと強めに入れて、もうジェルとかで仕上げてるっていうような感じだよ、本当に自然に、うん、でこの時なんかは、まあこの辺強いじゃない、パーもけど襟足の方ってそこまで強くないじゃない、そうなので、まあ強いから弱いのバランス、まあ横はちょっと強めにいけるんだけども、後ろはまあ徐々に弱くして、襟足の方はもうちょっと動く、ちょっと動けばいいかなっていうような感じのバランス、そんなに動きは必要でない、横のところに比べるとね、だパーマのバランスもちょっと強いところからちょっと弱みにしてもらうっていうような感じ、うん、まあそれは皆さんに言えば分かると思うけども、うん、常田のこれはもう髪質だよね、髪質によるそのできるできないもあるんだけども、もう髪質がこういう量が多くて、ちょっと難毛まではいかないけども、量が多くて、うん、ちょっと柔らかいような感じの髪質の人がこういう質感になりやすかったりするよね、うん、あとはセットの問題だから、うん、実際まだ別にそんな別に難しいわけではなくて、うん、パーマは絶対条件だよね、この人の場合は、うん、パーマは絶対条件、アイロンとかそういうのじゃできないよ、パーマ、確実にパーマで、ジェルとかで仕上げる、うん、今の若い子はオイルとかさ、クリームとかってなっちゃうけども、それはもちろん髪型に合わせてセット代は変えにはできないから、うん、これに関してはジェルとかさ、うん、ちょっとツヤのあるような感じ、動きを出せるような感じのものを使った方が僕はいいと思います。あとはヒゲとかとの相性だよね、バランス的には、うん、そんなまあ難しいものでもないけど、はい、で次、まあこの時なんかも、まあその耳下からリップラインぐらいの長さじゃない、このぐらいの長さ、下の長さね、の長さ割ったボブベース、うん、で襟足ちょっと残すみたいな感じで、ボブベースの襟足ちょっと残してみたいな、うん、1枚目よりもそんなに動きはないけども、襟足もね、うん、ちょっと内巻きに入るかなっていうような長さ残して、ボブベース、ボブベースだからそんなに段をつかないわけよ。こんな時みたく。そんなに段をつけない。そう。
で、まあ、緩めのパーマかけておいて、で、こういうのはもう基本、ドライな状態からはスタートしない。髪の毛濡らして、ウェットでタオルドライしっかりして、タオルドライね、バスタオルでもいいし、そのタオルでもいいけど、バーって乾かして、しっかり根元の方もしっかり乾かして、でちょっと水分残ってるかなぐらいで、ジェルとかムースとかをつけて、もうそのまま、で、もうその状態で撮影だったりとか。例えば撮影だったら霧吹きかけて、ちょっとジェルとかもなじませて、もうそのまま撮影みたいな。そんな感じだから、うん。絶対に、このスタイルもそうだし、このスタイルもそうなんだけども、朝起きました、セットしましょうって言って、ただなんか水ちょっとかけてるぐらいじゃなくて、ちゃんと洗って、髪を柔らかくした状態の、乾かした状態で、それでタオルドライした状態でのセットだったりとかしないとなかなか出ないよ。うん。それをやらないで、こうしてください。なるようにしてください。まず無理。無理っていうか、まあ、セットウェアとかたくさんつければね、ある程度雰囲気は出るけども、どうしてもそこにたどり着くまでに工程は絶対に必要だから、うん、そういうのを絶対にやらないとできないかなっていう気はします。うん、でもあとはもう緩めのパーマだからそんなかかんないから乾かしちゃうとだれちゃうから、ちょっと濡れた状態でもくしゃくしゃつけて、うん、まあ、変な話バーってつけてバーって上に上げてそれちょっと下ろしてもうそのままみたいな感じだったりとかする、うん、から、うん、そんなにまあ難しくはないんだけども、やり方次第っていうところが一つあるかな、こういうヘアスタイル的に感じは。うん、まああとは前髪立ち上げるのはオールバックにしてそれを下ろせばいいだけだから、うん、そんなに難しくはないです。でこの時なんかもそうなんだけども、同じじゃほとんど同じなんだ。そうリップラインのボブじゃない、で緩めパーマのジェル多め、さっきよりこの時でもジェルが多めなんだけど、 もっとよりウェットな状態、要はタオルドライもそこそこちょっとした感じの時に全体にもうジェルとか、まあ水なのか分かんないけどね、うん、でもジェルとかムースとかつけてもうウェットウェットな状態での撮影だったりとかするわけよ。うん、カット自体はそんなに難しくないけど、ボブベースはそうで、ダウンもついてないじゃん、そんなにこの辺にこうピン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 動く髪の毛があるわけじゃないじゃない、全体的にもう緩いこうぐるぐる回ってるパーマがだれてるだけじゃない、ね、だからそんなに動きとしてはないわけ、髪一本一本短いとかはないわけ、長いものをくしゃくしゃして、もうくしゃ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 して、その状態で撮影撮ってるわけだ。うん。だからこれを普段この髪型で歩くってなると、もう家からウェットな状態でちょっとタオルドライしてジェルたっぷりつけて、で、もうそのウェットな状態で出歩くっていう感じ。くしゃ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 して。そう。だから、まあ夏場とかはまだいいけど、まあうん、いいんだけど、もうベタベタしちゃうから、結構顔周りとかにこの状態だと、ちょっとベタつきしすぎちゃう。うん。撮影だからこそいいのであって、普段使いするなら、まだ2枚目の時の方が、まだマシだと思う。2枚目の。ナチュラルな感じで、ちょっともうウェットほぼほぼ、ウェット取って、もう7割ぐらい乾かした状態でのちょっとジェルつけてガーッとつけて、で自然な感じ、ちょっとナチュラルな感じでバランスを取るっていうのがありだと思います。もうこういうのは顔小さかったら男はね広かったりとか、うん、その人の方が似合いやすいと思う。ボブベースはどうしても横にねこう毛が乗ってくるから、卵型だったりとかちょっと面長だったりとかする人の方が似合いやすかったりする現象が起きやすいです。うん、アイロンとかじゃ難しいよ。アイロンとかじゃ難しい。うん。どうしてもちょっとこう、パーマ感を出さなきゃいけないから、アイロン感じゃなくて、アイロンってどうしても一回乾かしてるじゃない。乾かしてから、それに水をつけてもさ、取れちゃうじゃない、変に。そう。なんで、パーマを必ずかけた髪の毛で、シャンプーをして洗って、タオルドライをしてくしゃくしゃってするのが大事で、やっぱ量が多いから髪が多いと多いだけそれだけもうモサモサしちゃうわけよ。だから中を買って上からかぶせて長めな状態でくしゃくしゃするのが一番、まあ動きも出やすいし手軽だしやりやすいっていうのがあるから、
まあこの時もそうなんだけども、ちょっと長は少しでもいいからちょっと少なくするっていうのをおすすめしてるっていうのだけなので、そこは美容師さんと相談して自分のやりたいような感じでやればいいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。